こんにちは、えー、今日から「笠原隆一のインテリジェンス」ということで、えー、ちょっとコラムをちょっと述べさせていただこうかなと思います。まずですね今という時期がすごく面白い時期だというのがまず一つの私の動機としてあるんですね。どういうことかというとまず一つにもう今のこの現在の今この瞬間がちょうど大きな歴史的な転換点であろうとそう考えるからです。例えばですねレーガン政権の時に始まった米中の蜜月そういったものが 冷戦以降は日本はその米中の密月でさん悩まされたんですね。でもその米中の密月というのがえー、っと崩れつつあると。そのそのうち結局それは裏返せばどういうことかというと、この1 9 0えー、2020年代というのが黄金の20年代になると。と日本にとっては繁栄後大きな繁栄が約束された時代になるかもしれないと。そう考えればやっぱりなんかワクワクしますよね。えー、それがやっぱり一つの 大きな動機でしてまあちょっと今日はその,そのことに関して少しお話をさせていただこうかなと思います。まず一つに、えー、っと先ほど言いましたけど米中,関米中関係の対立というのがこれは深まっているとそれはまあ皆さんはいろんなニュースからご存知だと思うんですけれどもやはりですね一つあるのは米中対立の余波というのがだん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 世界中にこう広がりつつあると。ですから例えばイギリスフランス を例に挙げてみたらファーウェイの危機はもう使わないいと言い始めてますよねイギリスはある段階まではもうすでに入れてる分はもったいないからみたいな話をしてたんですけどだんだんいややっぱり外すは時間かけてみたいなそういう話にだんだんずれていきましたよね。ですからあのファーウェイ外しという形で、えー、と中国との対決姿勢というのをいろんな国が、えー、こう <coughs> 姿勢を取りつつあると。 浮かんだというのか、ポツンと孤立しているように見えたのがドイツという国家ですね。え、ドイツはどうなってたかというと、やはり中国とはすごく経済的に関係が深かったんですよね。例えば一つの例を挙げましょう。それは何かというとフォルクスワーゲンですね。まあ皆さんもあの VW と書いたあのえー、っと車なんですけども、あの VW と書いた車はあれがですね、中国でどれだけ売れてるか、すごいですよ。すごい。 423万台です昨年の実績で,で全体のいいですか全体の39%だから自分の自分の会社で作る四割がほぼ4割が中国,中国向けともうこうなったら足抜けでできないですよねで、まあ、これはあのどこの国に関しても言えることですけど自動車産業というのはやはり一つの基幹、えー、産業ですからその国の経済に大きな影響を与えます。 だから、えーっと、フォルクスワーゲンですらそうなんですからドイツのこ中国に対する入れ込み方が激しかったとっいうことはご理解いただけるかなと、こう思うんですね。ですから、えーっとまあ、経済面で言うんだったらドイツにとっては中国というのはある意味生命性だったとそういう言い方ができるかと思います。 で,ですからそのためにメルケー首相はほとんど毎年のように中国モードをするんですね。あ今年も商品買ってくれたありがとうございましたとかそうお礼言ってるのかどうか分かりませんよ。でもねそういう形で毎年毎年、えー、行くとそういうことを続けておられました。ですからであと中国は、えー、ドイツの、えーとえー、貿易相手国としてはすごく大きかったというのはアジアインド向けの輸出額のうちの大体、えー、約半分ですね。 ですすすかからななりの程度まででで中国にに依存るる形になっていたっていたととうことが言えるんですよねでもですねやはりそこにですねやはりいろんな懸念がこう生まれるわけですよね。それは何かというとやはりあの経済成長とともに開かれた、まあ、中国市場というのが開かれた市場になるだろうという期待がどん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 裏切られていくと。 そしてです、ね、もう一つはやっぱこれは有名な話ですけども中国に進出したドイツ企業から、えー、技術を強制的に移転しろという圧力が中国側から非常にプレッシャーがかかるとむちゃくちゃですよね技術をただでよこせと言ってるんですから,だから中国市場で儲けなかったら技術をただでよこしなさいとまあ中国はそういう悪気な商売をしてたわけですよねでそれであとそれだけじゃなくてやはり、あのー、人権問題ですよね人権問題もありまでした新疆ウイグル地区 イスラム系住民への弾圧というのが非常にこう世界,世界中の人がだんだん知るようになってきてしまった。でやはりこうのもあるんですよねだから後進国にですね援助、えー、をドバッてやってでもただというわけではなくてなんか軍事基地作らせてよねっていうことがパキスタンとかあとスリランカとかいろんなところで見られるわけですよ。あこれはむちゃくちゃと だからやはりこう中国の無茶ぶりというのがだんだんヨーロッパの人にとっても親中派のドイツにとってももうこれは耐えられないというところまで来たのが今の段階だと思うんですよね。ですから、えー、っと最近ですね、えー、っと中国の外交部の部長王位という人がワン・ワンイーと中国になったらいいんですがワン・イーという外交部長が、えー、フランスとかドイツとかヨーロッパを訪問したんですね。 でその5か訪問したんですけどもやはりですね人権問題で批判がバン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 投げつけられるわけですよこれは一体どうなってるんだと、えー、ですからもう全然しょ,しょぼんとして多分帰ったと思うんですけど本人は、えー、ですから、えー、隙間風がすごく目立っってしまったとだからドイツというのは伝統的に、えー、中国と親しかったのに、えー、それがやはりもうこの時期になってやはり中国と距離をこう持ち始めているっていうのはやはりこう 一つのの大きなな時代の転換点かかとですからアメリカ最初はアメリカ中国の経済戦争という形が始まっているのがそれはどん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 ヨーロッパにもそういう形ではっきりと現れ始めたというのがやはり今の状況なのかなとそういうこと思うんですね。で今日何が言いたいかというとなぜドイツが心分かりしたかととういうことです不思議ですよね。こんなにこう市場ヨーロッパドイ,ツドイツの企業の大きな市場を成している中国それをなぜ切り捨てなきゃいけなくなったのか。 やはりね、一つこれが推測されるのはやっぱロシアですねあ。ロシアも中国もひどいけどロシアもひどいもうどうしようもない、えー、どうしようもないんですかどうどうしようもないかというとですね、やはりですねあのロシアが、えー、ウクライナに侵攻します、まあ、これだけで EU 諸国はものすごく警戒するんですよね戦後秩序を崩したとそういう言い方がされるわけですよですから戦後秩序を崩したロシアに対してこんなやつらと一緒にやっていけないよという意見がどっと出るんですね。 でドイツはちょっと別で <laughs> ノルドストリームというあの石油パイプラインをロシアとの間直で直接引こうとしてましたからだからあんまりきつく言えないなあというのが本音のところであったんですよね。でもですねだん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 そうも言ってられなくなったんですよね。ウクライナだけじゃないんですよやはりあの2018年の えと英国での、えー、ロ,シア命ロシアから亡命した情報,情,報情報工作員がですねスクリッパリという人がいたんですけどその人が、えー、っと暗殺されかけると親子ですからスクリプレー親子というのが正確かと思うんですけど、まあ、GRU の、ね、エージェントで、まあ、その話は以前したかもしれませんけどそれが、えー、っとシャーシャーと,、えーっとまあ、こう見つかってしまう。 そして、えー、GRU のやつだったよってことは後でまあとで全部バレ,バレるわけですけどねそういう,こう暗殺をするよその国にで暗殺をするそれだけじゃないんですスクリッパリ以前にもあるんですよねですからもうそういうことを何遍もやるとで最近だったらやはりベラルーシの、えー、反対勢力がドーンとこう上がってくれば、えー、そしたらですねあの プーチンはですね、えー、よかったら力を貸すよって言ってですね、えーとまあ、そういう反,、ね、こう反対勢力を弾圧に対してやはりこうすごくロシア自身として前向きになるで一番大きいのはあれですよねあのロシアの反対制派の政治家と言われる方が、えー、といたんですけども、まあいたまあ、現在もいるわけですけどやはりその方を毒殺しようとしたとあのノビチョクという毒物を使ってね、えー、毒殺しようとしたと。 それで、あのー、その政治家の方がベルリンまで運ばれましてそれであこれは使ったのはノビチョクだということがここで明らかになるわけですねですから毒殺をして、えー、要人暗殺を自国の政治家でも平気で暗殺をするとこれは普通の国家じゃないとだからどんそしたらやはりドイツとしてはロシアと完全と対抗しなきゃいけませんよね。 でも、えー、対抗しなきゃいけないんですけども対抗したらどうなるかというとロシアの事実上の中国との関係もちょっと考慮しなきゃいけなくなってくるとそういうことがあるんですよねもし仮にですよ仮に、えー、とロシアと対抗していてで中国と仲良くするということができるかどうかそれはできないわけですよね。でですすからやはりロシアと対抗する上でも やはりロシアねもう中国と一緒になってですね中国ロシアをもう全部こう跳ねつけなきゃいけないとそういうことにこうドイツ政府がそろそろ気がついたっていうのが今の時期なんじゃないかなとこう思うわけですねですからどん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 世界が二分化されていくともうだから中国とロシアとそれのお仲間ですよね例えばイランとかあとはベンゼラとか。 まあ、そういったよくわからない国家と、まあ、自由と民主主義を信じる国家という間で大きく二つにこう分断されてつつあるとついにドイツも腹を決めざるをえなくなったというのが今日のお話でしたまた、えー、この件に関してはまたいろいろありますからインドとね中国がどういう関係とかそういう話もありますからまた、えー、後日お話しさせていただければなと思いいますできる限り、あのーえー、っと頻繁に更新をしていこうと思っいます。ので えー、今後ともよろしくお願いしますあのえチャンネル登録をよろしくお願いします <laughs> というわけで今日はこのぐらいでお話しさせていただきますどうもありがとうございました